はい、どうも一応です。じゃあ続きいきますよ。夜叉姫伝説、楽しみと不安がねちょっと入り混じった不思議な、なんていうか気持ちですけど、まあ行きましょうね。もう行くしかない。初めから桃太郎が鬼ヶ島の地獄を懲らしめてから1年経ちました。はい、地獄王ってのがいるんだね。多分そのシリーズ僕やってないかな。すっかり改心した地獄王のおかげで鬼たちは落ち着いた暮らしをしていました。ところがそんなある日、はい、おいおい、なんだこれ、雲みたいな、鬼ヶ島だよね。なんかいっぱいいるね。なんだろう。はい、マンダーラ。はい、グワハハハハ、人間に敗れた情けない鬼どもよ、このマンダラ王とマンダラ四天王がお前らを懲らしめてくれるわ。そういう感じね。まあ人間と仲良くするのも気に食わんという人たちなのかな。地獄王様、この閻魔でもこれ以上食い止められません。ここ地下13階にマンダラ地獄の鬼がもう間もなく うぐ。地下13階、随分深いね。恐るべしマンダラ地獄の鬼、あの閻魔ですら、はい、閻魔様がね結構強いよね。閻魔様、夜叉姫が地獄王に向かって叫んだ。お父様、マンダラ地獄の鬼とは一体何者なのですか。地獄王がゆっくり答えた。夜叉姫よ、このマーカイには108の地獄があり、我々の地獄はわずか101番目の地獄にしか過ぎない。いや結構だけどね、わずかって言うけど結構だよ。108のうちの101番目。あ、まあまあ、その108個あるうちの1つにしか過ぎないって意味なのかな。どうなんだろうね。そしてその8番目が遥か海の向こうのマンダラ地獄なのだ。なるほど。所詮我々の叶う相手ではない。いや、なんか弱気になってんな、おい。もうお前偉い人なんだからさ。ちょっと、ねえ。しかし、夜叉姫が叫んだ。戦いましょう、お父様。桃太郎さんならどんな時でもきっと戦うはずです。はい。桃太郎呼べばいいじゃんね。地獄王がやがて重い口を開いた。そうだ、確かにその通りだ。我々にはまだ桃太郎から教えられた武器がある。愛と勇気が、うわ、なんかくっせえセリフだな、これもう。はい、夜叉姫よ、お前を信じよう。アシュラの部屋に行き、共に戦う者を探すがいい。アシュラが仲間になるのかな。そして、マンダラ地獄の鬼に伝えてくるのだ。桃太郎が教えてくれた愛と勇気を。はい。いや、本当はね、本来はこの夜叉姫じゃなくてね、娘さんに行かせるんじゃなくて、あなたが行かなきゃダメなのよ、戦闘機って。本来は。一番偉い人なんだから、あなたがね、行かなきゃダメよ。おそらくマンダローは桃太郎たちと仲良くなった我らを憎んでいるのだろう。マンダラの鬼たちに桃太郎の教えを伝える時が来たようだ。ちょっと待ってね、いろいろちょっと調べてみようか。まあ、術は覚えてない。はい、一段、HP が18、技は0、道具はないね。装備は何も持ってない。あー、もう本当にもうフルチンって感じだよね。まあ、夜叉姫にチンチン配獣かどうかはわからないけども、そういう感じが。行こうか、じゃあ。マンダラ地獄の鬼たちはすでにこの地獄のあちこちに潜んでいます。どうぞお気をつけて、夜叉姫様。まあ、いや、姫っていうぐらいだから女なんだろうけどね。姫様、マンダラ王は鬼ヶ島の上に砦を構えているそうです。はい。鬼ヶ島の上に砦を構えている。上へ向かう途中にもマンダラ地獄の鬼が待ち構えています。武器防護とか、ね、これあれだ、上にって上がっていくんだろうね、多分ね。今これ地下13階ってあの閻魔様が言ってたから、そういう感じか、これ。13階。ちょっと待って、装備ないよ。え、炎化するかな、大丈夫かな。あ、炎化はしないか。大丈夫そうだね。閻魔様でも太刀打ちできないほどの手強い相手とは。夜叉姫様、ご用心ください。これ閻魔様だよね。閻魔様ついてきてくれないのかな。夜叉姫様、何卒この地獄をお救いください。ちょっとついてこない感じだね。とりあえずアシュラ連れてけみたいな感じで言ってたから、早くアシュラと合流したいね。かんざし、あ、装備品だね、これ。よし。はい。きび団子。鬼ってきび団子って食うの？
かんざし5か。ちょっと心もとないけど、まあないよりはマシだよな。最高。アシュラはどこいるんだろう。こっちいるかな。あ、なんかいっぱいいる。あ、いた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 。いた。ちょっと処理が重くなってるから、動きが遅いけど。来た。うわぁ、これや、ちょっとヤシャ姫様、ぜひこのアシュラを姫様のお供に。この格好でヤシャ姫に話しかけてんのこれ。大事なところをね、隠してるけども。ヤシャ姫様、ぜひこのアシュラを姫様のお供に。ちょっと、喋ってる感じとこの格好がちょっと合わないな、これな。術も攻撃もお手の物。私の素早い一撃がきっと役に立つでしょう。あ、これもしかしてさ、どうでしょう、ヤシ姫様のお供に加えて。あ、これもしかして、選ぶのか地獄に、あ、だよね、地獄王様をお守りします。これこんだけいっぱいいるけどさ、選ぶんじゃないもしかして。雷神。はい、雷神さん。体力こそ少ないですが、攻撃系の術がきっと役に立つでしょう。なるほど。ドラクエでいう魔法使いってやつか。ちょっと一通り見てっていいかな。ちょっとね、動きがね、遅いね。はい。風神。はい。これ回復？数々の回復の術と凄まじい攻撃力がきっと役に立つでしょう。すごいじゃん。こいつ、回復もできるし、攻撃力だから通常攻撃が強いのかな。ちょっと待ってね。ちょっと一人一人見ていこうか。まあ、アシュラはこう、あの、術も使えるし、普通に通常攻撃もできるって感じだよね。雷神は魔法使えて、風神はまあ回復もできるし、通常攻撃もできるみたいな、そういう感じか。カッパ？カッパパ、黒カッパ。はいはい。カパパ、ヤシャ姫様、この黒ガッパをぜひとも姫様のお供に。何できんのお前。素早い身のこなしと様々な特殊攻撃が、あー、ちょっと興味はあるね。やっぱりね、素早さが大事だからな。そっか、この中でメンバー2人連れてけっていうことか。ハラホロヒリハレ、ヤシャ姫様、僕は腹出しは16段になるまでちょっと強くならないんです。いやでも16段までいったらさ、お前疲れになるんでしょこれ。僕をお供にするときっと苦労しますよ。いやこれ劇的に強くなるんじゃないの、16段以降。そういう感じ。まあ魔の弱か。ヘイヘイ、俺様は松竹梅のヘンテゴリンな攻撃しかできないんだぜ。へい、あ、これなんか使い勝手悪そうだな、これ。あんだろう、懲らしめるのは大変だと思うぜ。ちょっとこいつはないかな。ちょっと、腹出しちょっと気になるよね。あの、ドラクエ3でいう、あの、賢者になれる、なんだったっけ、遊び人みたいな、そんな立ち位置なのかな。あ、これかわいいね。雪だるま。はい。何できんの？どこかにお出かけするの？私も連れてっていいでしょ？ちょっと特に、これダメだ。自己アピールがない。ダメ。不採用。あ、これはモブキャラか。ここに控えてるのは皆姫様のお供を願う強者ばかり。地獄王様を守りする役目があるため連れて行けるのは3人だけで。3人連れてくの？え、4人パーティーってこと？この部屋にいる鬼の中からお供3人？え、3人も選ぶんだ。へぇー。お供と別れたいときは私に声をかけてください。やっぱアシュラじゃないこれ。やっぱアシュラ、風神、雷神が鉄板なんでしょうね、これね。術も攻撃もお手の物。素早い一撃がきっと、まあだから素早さもあるし、こいつがオールマイティーキャラなんだよね。だからそう、鉄板でいくか、それとも腹出しを連れていくか、ちょっと悩むね。どうしようかな。でもね、大体ね、なんだっけ、貧乏神もそうだし、浦島もそうだったんだけど、だいたいレベル20ぐらいでクリアなんのよ。
って考えると腹出し連れていけば後半もしかして化けるんじゃないかなっていう、大体だからレベル20ぐらいでクリアっていうね、いうのをこう見越してや、腹出しを連れていくっていうのもまあありっちゃありだよな。まあでもそこに行き着くまでがすごく大変なんだろうなって感じもしますけどね。まあいや、最初はじゃあ鉄板キャラで行こう。特に面白みがないかもしれないけどね、鉄板キャラで行こうか。いや、腹出し気になる存在だわ。ちょっとカッパも気になるんだよね。素早いだろうからね。まあでもこれまたね、入れ替えできるみたいだから入れ替えしよう。なんかあった時後半になったらまた、なんていうの、経験値たくさんもらえるかもしれないし、まあだからそういう意味では腹出し連れてっていいかもしれないね。後半で4人だから多分これまた4人で分配するんでしょ、経験値レベル上げとかってなると一人旅でレベル上げてもいいのかなって感じもするね、これ。いや、待て。一回置いてこっか。逆に置いてこっか。一人で一回行ってみよう。アシュラ。はい。ちょっと逆に、一人旅。風神。だからこれおそらくだけど、まあ登ってく、地獄を登ってくって感じだけど、まとね、道中で町とかあるって仮定して考えると4人分のお金、装備のお金をとね、用意しなきゃいけないって考えると、これ相当また苦行が待ってる気がするんですよね。あ、お金だ。よし。ちょっと一人で行けるところまで行ってみよう。毒消し。きびだんご毒消しってもらったから、これ装備だったら嬉しいな。武器、羽衣。はい。これセーブどうすんだろうね。セーブ。おにぎり。セーブは、地下12階。あ、これ街っぽいな。ご一緒するお供はもう決まりましたか？桃太郎さんのように仲間と力を合わせればきっとうまくいきますよね。はい。うまくいけばいいけどね。私たちはここで地獄王様をお守りしてます。あー、町だ。やっぱそうだね。町がところどころにあるんだ。そっか、それじゃあやっぱ、装備とね、整えなきゃいけないね、これね。マンダローは鬼ヶ島の上に砦を作って攻め込んできたそうです。助けてください、ヤシ姫様。はいはいはい。羽衣を使えば最後にセーブしたところへ戻れます。疲れた時は無料なさらず。じゃあ雲の糸はじゃないのかな、存在しないのかな。あ、岩があるけど。これはちょっとまだいけない。ちょっと情報収集しようか。じゃあ情報っていう情報じゃないと思うんだよね。多分こう、登っていくだけだと思うから。雪だるまや天の弱が戦いでもいきなり何をするか分かりません。やし姫様に苦労をかけるかもしれませんよ。ちょっと心配だな。心配してくれてるね。はい。じゃあちょっと茶店見に行こうか。何言ってんの？もしかしたら蜘蛛の糸は売ってないのか。あ、隠れ蜘蛛は売ってる。蜘蛛の糸は売ってないね。羽衣は売ってる。隠れ蜘蛛高えな。またこれ隠れ身の、もうこの序盤で売ってるってことはさ、相当なあれよ、エンカウントが予想されますよこれね。えこちは、この回のどこかに戦いに役立つ道具が隠されているそうです。ある術を覚えると、だからあれでしょ、多分岩でこう塞がってたところ、ヤシ姫様ならいつかきっと手にすることができますよ。案外、あれが最強装備だったりするのかな。ねえ、一番最初の村に最強装備がある的な。
さ姫様ご存知ですか、天の弱、黒合羽、雪だるま、武器は防具が全然装備、そうなの、はい、仲間に武器を持たせたければこの3人を共にしない方が、でも逆に言えば装備外なくてもいいから、まあお金はかからないよね、まあ、とりあえずセーブするか、とりあえずね、1番に、はい、 OK、 敵と戦ってみたいけどね、どうしましょうか、武器は売ってないのかな、お医者さん、お医者さんはまあいいか、あ、武器売ってる。マンダラの鬼たちはこの上の世界まで攻め込んで、マジ？ヤシャ姫様、どうかここでしっかり旅支度を整えてご出陣を。ここ、の割にさ、その割にここ、ここあの、ガード薄くね？いいのか、こんなんで。ヤシャ姫様、まさか腹出し、天の弱、雪だるまをお供につけてないでしょうね。あー、やっぱこの3人がダメなんだね。あの3人を共にしたらもうゲームバランスなんかぐちゃぐちゃの、パーヒョーパー、ん？バヒョーバヒョーです。はい。バヒョーバヒョーってなんだこれ。どうかどうか、アシュラ様と風神様、雷神様を共に。あ、もう、これ、軽く説明してくれてるね。やっぱそのメンバーが鉄板なんだ。最後の最後でこう。あれ？な、これはなんか。あー、なるほど。これは旅打ってんだね。ドタさんも装備ができる品が揃ってますよ。でも刀とか装備できんだじゃん。あの、ヤシャ姫も。この鬼の刀ってやつ。これは装備できるんだね、多分ね。ここは。風神、雷神、はい。あー、わかりやすくてこれはありがてえわ。アシュラ、はい。わかりやすい。まあ、まあまあまあ。はい、ヤシャ姫、買う。ちょっと待って、装備付け替えめんどくさいから下取りで。これ自動的に装備してくれるんで。かんざし、つげのかんざし、こそで振りそうで。防具しか売ってなくね？防具しか売ってねえぞ。まあいいや、じゃあ振りそうで買おうか。はい。と、じゃあ、あとは、つげのかんざし。はい。OK。武器はどうだろう？道中宝箱で拾って。持っていくのかな、いや見るだけだけど、あ、これ多分武器だ、バラ、青い絹、これは防具だよね、多分絹1枚だよな、アシュラはあれちょっとね、この鬼の世界だったらいいけど、人間界だったらあれ普通に捕まるからね。風神雷神、あ、でも武器売ってる、金棒、なんかすご、振り幅すごくない？700から2800って、これこれもしかして銅の金棒でしょ？これ買っちゃったらさ、もう結構武器買わなくてもいいぐらいなのかな？銅、銀、金っていくんじゃない？ちょっとわかんないけどね。まあいいや、とりあえず行ってみよう。敵と戦ってみないことにはなんとも、ちょっとよくわからん。一人で行ってみよう。わしは地獄地蔵じゃ。地獄に仏とはまさにこのことじゃ。地獄のあちこちにおるわしの仲間を訪ねてくだされ。進むのにふさわしい段や夜市、わかりやすい、はい、地獄じ、ね、地下11階、やっぱり登っていくんだ、これ。この11階の最後にはマンダラ地獄の鬼の八ズマビンがおるぞ。五段になっていないなら強くなってから向かった方がいいぞ。なるほど、これわかりやすい、これはこれでありがたいね。しかもこれ迷う感じじゃないんじゃない？あの、ほとんど一本道っていうか、まあ一本道ってわけじゃないけども、うん。特になんかこう、あれ持ってこい、これ持ってこいみたいなお使いイベントっていうのもなさそうだしね。うん。まあ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 。いや、ちょっと数多いから、これまずいな。おいおいおい。おい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 。いきなり死ぬんじゃない？これ。え、ちょっと待って。やばいな。ちょっと待って。これやばくない？やばくない？おにぎり、おにぎり！はい。はい。もういきなり死んじゃっ
ったよ。まあ大してお金持ってないからいいけども、いきなり死んじゃったよ。装備結構現段階では最強よ、あの防具に関してはだけどね。ちょっともうこの時こっからしか離れられないな。いやそれでも一つレベル上がればさ、多分ね状況変わってくると思うんだ。ほらほら、やっぱりこれ9でしょ、1体で9でしょ。これ4人で分配するってなると、じゃあいくらもらえんのよって話でさ、ねえ、OK、いいとこ1人2とかでしょ。2ももらえない、どうなんだろう、1とかかなって考えると、やっぱこれちょっと1人で行ってさ、あ、わらじこれもらおう。わらじでちょっと素早さ上がるんじゃない。2か、まあいいや。よし、レベル上がったし、ちょっとまた状況変わってくると思う。これだからちょっと1人でさ5段まで上げてもいいかもしれないね。どうかな、ダメかな。 OK、よし、ちょっとレベル上がって HP 上がったから、だいぶいいんじゃない?さっきみたいな4体とか出てきても多分戦えるとは思う。OK。よーし、よし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 。OK。よし、1人だったらやっぱすぐレベル上がるっすね、これね。いいね。え?いきなりこの 53? まあまあでもこんなもんか。赤マンダラ。これは、いくらもらえるんだっけ ?6 か。まあまあでも、一人だったら、まあ、いいか。とりあえず、ヤシャ姫一人で動いて、このフロアの探索。で、まあ、ある程度ルートを確保できたら、仲間連れで挑むって形にしようか。いいね、いいね。これすぐレベル上がるんじゃない。でも、多分、ヤシャ姫だと、あ、宝箱ある。ヤシャ姫だと、回復の手段がないと思うんですよね。多分。あの、僕の過去の経験上、ヤシャ姫って結構な物理キャラなので、新桃太郎伝説でも、まあまあ物理キャラだったから、こいつね、おそらく回復手段は持たないと思うんですよ。アイテム使うしかないと思うんで、ちょっとその辺気をつけないとダメだよね。あ、オッケー。今武器装備してないからね。ヤシャ姫ひたすら素手で殴ってんのかな。いまいちその、どうなんでしょうね。体術的なイメージはあんまないけどね、ヤシャ姫は。えい。あ、オッケー。うげぼぼばー。なんだこりゃ。オッケー、読んだ。はいはいはい。これやっぱ一人で来てよかったわ。これ分配、経験値分配してたら、ほんとこれ大変よ、これ。はい、よし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 、いいないいね、いいね、オッケーオッケー。4段まで来たらもう火ダメ1だから、これまたレベル上げやすいんじゃない。これだからさ、きっとレベル上げてまた一つフロア登っての繰り返しになる気がする。もうそういう予想がもう早くもできるよね、これね。苦行ですな、おそらくな、これもまた。まあでも、だから一人でレベル上げてみたいな感じでいいんじゃないかな。次のフロア行って何段までじゃないときついぞって言われたら、じゃあ一人でレベル上げてみたいな。それでもいいかもしれないですよね。いや、それこそこれさ、腹出し連れてきて二人で挑めばそこそこレベル早く上がるんじゃないの。どうなのかな、ちょっとわからんけどね。まあ、腹出しそのものがレベル上がりやすいキャラなのか、上がりにくいキャラなのか、ちょっとわからないけど。あ、そういえばそうだった。あの、一人だったら、アイテム欄がかなり
少ないんだよね。どうかな、大丈夫かな。オッケー、よし。いやー、ちょっと武器手に入らないな。武器、まあ柘のかんざし、あ、じゃあかんざしが武器なのか。そうかそうか、ちょっと勘違いしてたわ。振り袖、そうだよね、そうだよね、かんざしが武器で振り袖が防具か。そうかそうかちょっと勘違いしてたわ。あ、間違えた間違えた、違う。何をしたいかって強さを見たいんだよ。8、 OK、 レベル上がる。もう早くも5段になりますね、これね。マンダーラー、 OK、 上がったね。よしよしよし。多分だけど、ヤシャ姫の、技で、流れ星っての覚えると思うんだよね。桃太郎でいう六角みたいな。それが、どこね、どの段階で覚えるのかな。結構もう後半じゃないと覚えないっていう可能性もある。できれば序盤で覚えてほしいところだけど、そうもいかないよね、やっぱりね。中盤とかなんのかな、中盤行こうなるのかな。音楽がでもいいね。うぐぐ。あ、ヤシ姫様、気をつけてください。この先にいる八ズマビンは、岩をも砕く怪力の持ち主です。はい。岩砕いてほしいわ。あ、こいつか。岩砕いて、武器、ね、多分眠ってるだろうから、さっきのあの村に。宝箱あってね。あれはちょっとね、取りたいよ。次のレベルまでは70。あ、ちょっとやっぱ遠くなってきたね、この辺になってくると。はい、 OK、 どうだ。はい、 OK、 お金、お金全然、あ、でも94両か。仲間連れてきてもこれ装備ちょっと厳しいよね。買えないよね。もういきなり200両もらって、それヤシャ姫に使っちゃったからな。まあ女の子はね、お金かかるんですよ、どうしても。しょうがないよね。こっちは。あれちょっと回収しよう。あの宝箱回収して、村戻って、セーブしてちょっと今回終わろうか。あのルート大体分かったから。オッケーオッケー。一人だったらどうだろう、厳しいかもしれないよね。一応5段はないときついって言われて、その5段まで来たけど、一人はきついよね、多分ね。まあ一回挑んでみるってのもあり。いやでもな、負けたらお金持ってかれちゃうからね。いや、これ案外一人旅の方がいいんじゃねえか。そうでもないか。そうでもないか。やっぱり仲間いないと無理かな。まあ、だよね。普通にこれ、ね、敵4対5対出てきてまた一人だときついからな。調べる。毒消し、なんかやたら毒消し配ってくれるね、この辺。おにぎり OK。 よし、じゃああと4か。じゃあとりあえず村戻ろう。村戻ってセーブして終わろう。お金どうしようか。誰かの装備品買って、アシュラとか。お金ある程度使ってから一人で挑んでみて、あ、やっぱダメですね、仲間いないときついわっていう流れで仲間連れていこうか。料理の術、おにぎりを作れます。へえ。
ああ、なるほど。材料なしでも作れんのか、俺。要は回復アイテムを連成できるってことだよね。一回やってみっか。やってみようか。道具じゃない。あ、でも、道具欄いっぱいだわ、これで。毒消しがね、いっぱいあるな。まあ、羽衣使ってもいいっちゃいいけど、ちょっとこれは残しておきたい。いざという時のために。まあ、まだ買えばいいんだろうけどね。ちょっとこれは修行の一環も兼ねて、ちょっと歩いて、戻ろう。村に戻るまでにもう一レベル上がってくれりゃ、まあ、儲け者っていう風にちょっと、思って、上がらないかな。24、お、いっぱい経験値もらったね。ああ、もういきなり、さっき70ぐらいだったよね。いきなりちょっと、あれだね。跳ね上がったね、次までに。やっぱこれ、あれだわ。もうこっから先はレベル上げ、そう簡単にさせませんぜっていうことなんでしょうね。だから、一人旅で圧倒的に経験値稼いで強くなってっていうのはやらせませんぞって感じなのかな。まあそれでも4体とかこれね、出てくれるとそこそこ経験値もらえるだろうから。いや、それでもきついよね。上げるのは。そっか。これ、あの、レベル上げ好きな人、本当これ、いいかもしれないね。僕はダメです。レベル上げ大嫌いなんで。極力あの、レベル、ね、ギリギリで切り抜けたいっていうのがあるんで。ね、あの、浦島伝説もそうですけど、結局浦島が最後に覚える術って何だったのかなって、わからないままクリアしちゃったからね。みなまんたんとかだと思うけど、どうだろうかね。最後の前が満金丹だったから、多分みなまんたん、あの、ペホマズン的なやつだと思うんだけど、まあまあまあ、いいでしょう。これまた苦行だな、ほんと。OK。大丈夫か？ちょっと HP やばくなってきたけど、でもそんな火だめ、きついわけでもないから、おにぎりとか最悪ね、おにぎり食えば、まあ大丈夫でしょう。連続攻撃が怖いけど、そんな来ないと思う。まだ最初の方の敵だから。まあこれだけのエンカウントだったら、そう、まだレベル上げも大変じゃない気もするけど、どうなのかね、これね。6でしょ。だからこれ、あの、ここのボス倒して、一つフロア上に上がると、いきなり敵強くなって、経験値がまた跳ね上がる、もらえる経験値も跳ね上がる的なパターンだと思う。桃伝によくあるパターン。桃伝というよりも、むしろ、なんていうの、レトロゲーでよくあるパターン。ちょっとおにぎり食べようか。15回復。よし。ちょっと、料理やってみよう。料理ロリーン。おにぎりを作った。あ、やっぱりそうだ。おにぎり。いや、これいいね。まあ、おにぎりを料理というのか、どうなのかがよくわからんけども、とりあえず、アシュラの装備を買って、はい、買う。あー、全然だな。おい、10円のやつしか買えねえぞ、これ。青いバラ、300両。10円のやつしか買えない。いやー、もう全然買えないね、これ。虎の腰巻き。まあこれは買えるけど。あ、買えるって、まだ買えない。もうちょっとで買えるって感じか。まあいいや、じゃあ今回これで終わるわ。今回これで終わって、どうしようか。一人で挑んでみるか。回復アイテム大量にないときついかな。まあまあ、ちょっと、次のね、収録までにその辺考えておきます。
よし、じゃあ今回から始まったこのね、夜叉姫伝説、なんとか完走を目指して頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。